ありがとうございます。はい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 。
手に好きなようにやらせないサッカーっていうのはできているので、まあ、あとはでも得点のところがね、つながってこないので結果がまあ注意ぐらいに、ね、甘んじてますけど、まあ、橋本から池上ワンタッチ、さあズレを作った児玉が行く、児玉クロスボールダイレクトシュート、田中のシュートは枠の外、ただ左から崩しました山口。ここで池上選手が、まあ、自分の普段いるサイドじゃなくて、まあ、こっち左サイドにね、右から左に流れてきて、さあ田中が行く、中を見た、切り返した、田中から橋本のクロスボールはどうだ、ファーに流れた高木のシュート、うわー枠の外でした。いやーチャンスでしたね、触ったんですけど、まあ、しっかりねクリアしきれず、まあ、狙ってましたけど、ま、前にディフェンダーがいたことと、まあ、カバーも見えたの、どうでしょう、このテンポ感プレースピードというのはやっぱ上がりましたかね。やっぱりそうですね、はい、パススピードなんかもね、上がってますし、ですよね、まあ、そのことによってやっぱこういう縦パスね、間入ってきましたね、橋本いった、橋本のシュート、サイドバックの橋本健人、チームを救ったレフティー先制、山口です。まあ、このここですよね、このレジに対してもダイレクトが入って、まあ、いろんな選手が関わり、このシュートのところでも、まあ、うまく当たらなかったのがキーパー藤田選手からしたらね、タイミングがずれて、まあ、こうそうしたのかなという感じでしたけれども、まあ、その前のねこのいろんな選手の関わりと、まあ、あとはシュートのタイミングもちょっとディフェンスが来ているところで打たずにもう一個持ち出したっていうところが、応えたいプレイヤー、狭いところ反転、高木、山瀬が残した、田中のコントロールショット、ナイスキーパー藤田、まだあるか、高木がいった、高木がいった、維新のドラマ、土壇場で追いつかれ、これまた勝ち越し、山口土壇場のゴール、やり返しました高木大輔。そうですね、まあ、ここもいろんな選手がねギリギリつなぎながら最後も落ち着いてましたよね、この田中航選手も強く蹴るのではなくコースだけですし、この折り返しも、まあ、しっかり狙って、まあ、よくセーブしたんですが、まあ、ここね児玉選手もマイナスに来て、まあ、最後はしっかりね気持ちでねじ込みましたけど、チーム全員で諦めなかった結果があのゴールにつながったと思うので、チーム全員レノファに関わる全ての皆さんで取った1点だと思ってます。はい、サポーターの皆さんの後押しがあっての勝利だと思ってます。ありがとうございます。次に向けてのお願いします。ホームは
絶対負けてはいけないし必ず勝つ場所というふうに僕らは決めているので、次も中3日ですが皆さんの応援が必ず必要になると思いますし、皆さんの応援があれば僕らは最後まで戦いますので、ぜひ一緒に戦ってください。お願いします。ありがとうございました。今シーズンまだ1点も取ってなかったので、試合に出されてたくさん試合に出てたんですけど1点も取れてなかったので、まあ、素直に、はい、もうちょっと勝ちよく決めたかったんですけど初めて点が取れて、はい、嬉しかったです。はい、そうですね、レオトが児玉レオトがいいパスをくれて、まあ、スピードを乗った状態で左の方に進めてたので、あとはその、シャツはその2人の相手を剥がして、パーにシュートを打そうと思ってたんですけど、キーパーもちょっと見えたので、まあ、そのおっしゃるとおりそのタイミングをちょっとキックフェイント入れながらタイミングをずらしてパーに打とうと思ったら、まあ、思ったよりなんですか、全然パワーが伝わらなかったんですけど入ってくれたなって感じです。やっぱりホームは勝つ場所であるべきだと思いますし、まあ、連敗もしちゃったので、
まだ今シーズン連勝もしてないと思いますので、ホームで、幸いにホームでできるので、連勝を目指していい準備したいと思います。お疲れ様です。お願いします。